どういうことなの、ケンイチ。仕事から帰ってきたら、ケンイチの荷物が消えているし、しかもリビングに離婚届が。そういうことだよ。もう沙織と結婚生活を続けるつもりはない。だから俺と離婚してくれ。どうしてそんなことを言うの？私何か離婚したくなるようなことでもした？いつもしてるだろうが。毎日俺より偉そうな態度をしやがって。え？お前の態度がいつもムカつくんだよ。もう俺はそんなお前に耐えられない。だから離婚を決意したんだ。ちょっと待ってよ。私がいつケイチに偉そうな態度を取ったの？家のことはほとんど私がやっているし、いつもケイチに尽くしていたじゃない。私の方が給料高いのにってか？え？私の方が俺より給料が高いのに。家事も全部やっているでしょ。俺にそう言いたいんだろ。給料も低いし、家のこともやらない俺は底辺だって、ずっとそう思っていたんだろ。お前のその偉そうな態度がいつもにじみ出ているんだよ。そんなこと一度も思ったことないわよ。一体どうしたの？そんな被害妄想。嘘つけ。俺はお前の本心にずっと気づいていたんだよ。お前はいつも俺に偉そうな態度をしていただろうが。大企業勤めで年収が1000万以上もあるからって安月給の保育士の俺をバカにしていただろ。そんな、妻のくせに旦那様より稼いでいるからって給料ごときでマウントを取ってくるお前にうんざりだ。だから離婚を決めたんだ。何が悪い。一旦落ち着いて、ケンイチ。私は一度もあなたを見下したことなんてない。むしろあなたのことは尊敬しているのよ。俺の数倍も稼いでるお前がこの俺を。そういうバレバレなお世辞が一番ムカつくんだよ。お世辞じゃなくて本当のことを言っているの。私は小さな子供が苦手だから、だからこそ余計にケンイチのことを尊敬しているわ。は？ケンイチはいつも保育園の子供たちのために全力だし、たくさんの子供たちに慕われているあなたを尊敬しているの。そんなケンイチの仕事を私がバカにするわけないじゃない。お料理稼いでるやつに言われても嫌味にしか聞こえねえな。そんな、もう俺はお前に愛情なんてないんだよ。一緒にいるだけでムカつくし、顔も見たくない。だからとっとと俺と離婚してくれ。そして俺は別の子と夫婦として生きていくんだ。別の子ってどういうこと？まさか私以外の女がいるってこと？だったら何だって言うんだよ。お前と離婚することを考えて、先に次の彼女を作っていただけ。人生は時間が限られているんだ。無駄なく使っていかないとな。ふざけんじゃないわよ。私との結婚生活中に彼女を作っていたなんて、そんなのただの浮気じゃない。はぁ？浮気っていうのは本命がいてこそだろ。でも俺はお前のことなんてもう好きじゃない。本命がいないから浮気にはならないんだよ。へりくつ言ってんじゃないわよ。妻がいながら他の女性に手を出すなんて、事情はどうであれそれは浮気って言うなよ。そういうことなら話が変わるわ。おとなしく離婚するしかないと思ったけど、許さないからね。なんだと？離婚してほしいなら絶対に慰謝料を払ってもらいます。それとその浮気相手にも合わせなさい。妻のいる男に手を出すなんて、直接一言言ってやらないと気が済まないわ。それならわざわざ会う必要なんてないだろ。お前もよく知っている子だし、適当に電話や LINE で済ませておけ。私の知り合いなの？お前の妹のエイちゃんだよ。俺たちもう半年前から付き合っているんだ。なんですって？あんた、妻の妹に手を出したの？エイリちゃんは俺の気持ちにずっと寄り添ってくれたんだ。お前に見下されて虐げられていた俺をずっと慰めてくれていたんだよ。だから私は見下してもいないし虐げてもいないわ。うるせえ。お前の意見は聞いていないんだよ。いいからとっととその離婚届を出しておけ。俺たちには子供もいないし、面倒な話し合いも必要ないんだ。お前と離婚して俺はエイリちゃんと生きていくんだよ。もう何を言っても無駄なようね。わかった。あなたのお望み通り離婚届を出してくるわ。まさかあんたがケンイチの浮気相手だったとはね。あまりのショックで頭が真っ白になったわ。ケンイチさんから話は聞いたわ。離婚届を出してくれてありがとね。本当に彼と結婚するつもりなの？当たり前でしょ。ようやく片思いだったケンイチさんと夫婦になれるんだから。え？
エリってケイジのことが好きだったの？実はそうなの。ケイジさんって私の推しにすごく似てるんだよね。推しに？最近私の周りは出産ラッシュでさ、その影響で子供向け番組を見るようになったんだよね。そしたら体操のお兄さんに一目惚れしちゃって、その推しとケイジさんが超似ているんだよね。そういえば知り合いにもそう言われたことがあったわ。ケイジは現役保育士でもあるし、子供好きで爽やかなところも似ているって。そうなの。男性保育士ってところも最高なの。保育士なんて子供が大好きじゃないとできない仕事でしょ。っていうことは子供ができたら絶対にイクメンになるはず。まさに理想の結婚相手でもあると思うんだよね。真逆の一番ダメな結婚相手でしょ。ケイチはあんたの姉の夫だったのよ。もちろんそんなことは分かっているわよ。幸せな夫婦生活を送っているなら邪魔をするつもりはなかったの。でも想像以上に夫婦仲はギスギスしているんだもん。こんなの奪うしかないって。なんですって？試しに一度ケイチさんを食事に誘ってみたんだ。断られるかと思ったけど、彼ったら超ノリノリで、お酒もガンガン飲むし、お姉ちゃんの愚痴ばかり、彼のこと一発で落とせちゃったんだよね。嘘でしょ。というわけでケンチさんのことは私がもらうね。お姉ちゃんの分も絶対に幸せになってみせるから。略奪カップルが幸せになれるわけないでしょ。あんたたちの結婚なんて誰も祝福してくれないわ。それでもケンイチと一緒になるつもりなの？別に祝福なんてしてもらわなくてもいいもんね。駆け落ちするから関係ないもん。駆け落ちですって？保育士資格があれば全国どこでも仕事できるよね。それに私も今の会社に飽きていたからちょうどいいんだよね。というわけで新天地で彼と二人で幸せになります。呆れて何も言葉が出てこないわ。もう二人の勝手にしなさい。どうぞケンイチとお幸せにね。何度もインターホンを押しているのに無視しないでよ。お父さんお母さんは電話しても出てくれないし、もしかして旅行中とか。でもガスメーター回っているし、お姉ちゃんは家にいるんでしょ。玄関で騒いでいたのってエリだったの？しつこい訪問販売かと思って無視していたのに。一年ぶりに実家に帰ってきちゃった。こんないきなり帰ってくるなんて、まさかケンイチと別れたの？ああ、変なこと言わないでよ。私たちは未だに超仲良しの新婚夫婦。おかげで子供だってできたんだからね。子供ですって？だから里帰り出産のために帰ってきたんだ。妊娠7ヶ月目でお腹も結構大きいんだよ。嘘でしょ。駆け落ちしたくせに里帰り出産で戻ってくるなんて。いろいろと事情があるんだよね。本当は向こうでケンイチさんと二人で頑張りたかったの。でも彼の今の職場は人手不足で育休が取れないみたいで、それで仕方なく実家に里帰りすることにしたの。保育士ってどこもブラックすぎるよね。ふざけんじゃないわよ。そんな理由私たちには関係ないから今すぐ帰って。はあ、宮本の妹を追い返すなんて信じられない。信じられないのはあんたの厚かましい態度よ。あんたたちの駆け落ちのせいで私や両親がどれだけ地元の笑い者になったと思っているの？そんなあんたを実家に入れるわけないでしょ。まあもう1年も前のことだし別にいいじゃない。それに両親にとってお腹の子供は初孫なんだよ。どれだけ怒っていてもきっと喜んで迎えてくれるわよ。どうだかね。それよりも早く家に入れたよ。お腹も重いし荷物も重いし疲れたよ。あ、ちなみにお腹の子供は女の子なの。お姉ちゃんの姪っ子だから可愛がってよね。よくそんなことが私に言えるわね。お腹の子供に罪はないけど私にとっては憎たらしい存在よ。憎たらしい妹と血がつながった子供なんて。一度も前のことを未だにブチギレてしつこすぎ。なんかごめんね、すぐに子供ができちゃった。私とかでそっくりの子供が生まれたら面倒よろしく。それは変だね。え、どこが変なのよ。可愛い私と爽やかイケメン彼の DNA の持った子供なのよ。可愛くないわけがないわ。でもケンイチは子供ができない体なの。え、子供はできないって、どういうこと？
彼は種なしなの。つまり彼の子供は絶対にできないはずなの。何ですって？なのに二人にそっくりの子供ができるわけないわ。だから変だって言ったのよ。というかそれ以前に妊娠すらもできないはずなんだけどな。どういうこと？いきなり何を言い出すのよ。ケイチさんが種なしだったなんて。妻のくせに何も知らないのね。その様子じゃ彼の検査結果を見たことがないのかな。検査結果？保育士なだけあってケイチは子供が好きだからね。結婚してすぐに子供を欲しがっていたの。しかも保育園では保護者たちから不妊治療の話もよく聞くらしくてね。ケイチは念のため自分から検査をしてみたんですって。その結果が種なしだったの？うん、そうよ。今思えば彼との間に溝ができたのもその頃だったわね。少しずつ二人の会話も減って私に冷たくなって、たまに会話したかと思えば偉そうにするなって怒るだけ。そんな彼が種なしってそんなの嘘よ。何かの検査ミスなんじゃないの？ 1% ぐらいは妊娠する可能性だってあるわよね。それがお医者さんには不妊治療してもほぼ不可能って言われていたの。何ですって？それから何度も話し合って子供は諦めたの。無理な治療にお金をつぎ込むより二人の人生を楽しもうって。そんなだからこそやっぱりおかしいわよね。どうしてエリは妊娠できたのかしら。現代の医学で証明できない奇跡を起こすなんて尊敬するわ。ちなみにだけどケンイチはエリの妊娠を喜んでくれていたんだよね。最初はすごく驚いていたけど、でも涙を流しながら喜んでくれていたわ。その反応もおかしいわね。不妊のことは彼が一番知っているのに素直に喜ぶなんて。普通ならエリの妊娠を疑うはずなのに、例えば企んだんじゃないかって。って私の考えすぎかもね。本当に単純に奇跡を喜んでいるだけかもしれないし、彼がのんきに信じてくれていればいいわね。とりあえず実家には絶対に入れないからとっとと帰りな。ちくしょう、やっぱりたくらんだった。エリちゃんのお腹の子は俺の子供じゃなかったんだ。ケンイチ久しぶりだな。サオリ、今日はそっちにエリちゃんが里帰りしに向かったはずだよな。すぐに追い返したけどね。それよりもさっきのどういうこと？私の予想通り、やっぱりエリのお腹の子供はケンイチの子供じゃないの？なあ、そうだよ。お前だって俺が子供を作れない体だって知っているだろう。なのにエリちゃんが妊娠するなんて真っ先に企んを疑って当然だろ。やっぱりそうよね。でもエリからあんたは妊娠をすごく喜んでいたって聞いたわよ。あんなの全部ただの演技だよ。企んじゃないって決定的な証拠は見つかるまでは喜べない。だからその日からずっとエリちゃんのことを調べていたんだ。そしてついにその証拠を見つけたってわけ。エリちゃんが家にいるとなかなか調べにくいからな。だから一級が取れないって嘘をついたんだ。そして無理やり里帰りさせてその間に調べようとしたんだ。ケチって意外と作詞だったのね。本当は奇跡だと思いたかった。俺の子供だったらって取るだけ考えたことか。なのに俺は裏切られたんだ。お腹の子供の父親は同じアパートに住む男子大学生だった。しかも学生なの？有名大学に通う大学生だったよ。しかも今は大企業でインターン中。将来勝ち組決定の男と浮気していたんだ。あなたとはいろいろあったけど、さすがにこれは同情するわ。じゃあ俺と再婚してくれ。同情するぐらいなら俺とまた夫婦に戻ってくれないか。なんですって？実を言うとずっと駆け落ちを後悔していたんだ。転職してもそんなに給料も良くないから贅沢もできないし、沙織との生活がずっと恋しかったんだ。私と結婚していた時は生活費は全て私が出していたもんね。だからケンイチは給料のほとんどを自分のお小遣いにできたし、エリちゃんは週4のバイトしかしないし、その上家事も下手くそなんて終わっているよな。お前もな。悪いけど私は浮気男とよりを戻すほど落ちぶれていないの。それに私もう結婚も決まっているの。なんだって？この1年で素敵な出会いを見つけたの。しかもお互いの両親が意気投合しちゃってね。昨日から両親同士で楽しく旅行に出かけているぐらいなの。
そしてもうすぐ彼と籍を入れます。だから絶対にあんたと再婚なんてしませんから。そんな、じゃあ俺はどうしたらいいんだよ。タクラ女と結婚生活を続けろっていうのか。知るかバーカ。その浮気キノコ頭で考えろよ。最悪すぎる。どうしよう。ケンイチさんに浮気も子供の本当の父親もバレちゃった。つい離婚言い渡されちゃった。ケンイチは結婚生活を続けることを諦めたのね。私一人で子供なんて育てられないよ。子供の父親なんて大学生だし、結婚してって言ったら逃げられた。まあ学生には荷が重すぎるわよ。かといって逃げるのもダサすぎるけど、もう今の私は実家に帰るしかないと思うの。だからお願いします。もう一度そっちに行くから家に入れてください。絶対に無理です。もうこの家にあんたの部屋はありません。なんで？ケンイチから私が結婚するって話は聞いたかしら。うん、それなら聞いたよ。しかも親同士がすごく仲がいいんだってね。まさか私の予想通り旅行中だったなんて。でもお姉ちゃんの結婚と私の部屋がないのって関係があるの？めちゃくちゃ関係があるわ。実は結婚を機に実家を取り壊すことになったのよ。そして我が家と両家の3世帯住宅を作ることになったんだ。はあ、3世帯住宅って聞いたことないんだけど。実はもう一つ報告があるんだけどね。私妊娠しているんだ。お姉ちゃんも？でも私も彼も仕事が大好きでね。出産したらできるだけ早く仕事に復帰したいの。そしたら両親たちができるだけ協力するって言ってくれてね。じゃあもうみんなで一緒に住もうかって話になったのよ。せいちゃん、私の部屋は？家を取り壊すのでなくなります。もちろん新しい家にはあなたの部屋は作りません。だから居場所のないあなたは帰ってこないでちょうだい。そんなのひどいよ。私だってもうすぐ子供が生まれるのに、私の子供をみんなで一緒に育ててくれてもいいじゃない。全然良くないです。というわけでさよなら。あんたは地元を捨ててまで駆け落ちしたの。だったらその責任を取って自分の人生を生きていきなさい。噂によるとエリは何度もケイチに離婚したくない、家族に血のつながりは関係ない、子供が持てない体でパパになれるんだからいいじゃないと説得しているんだとか。しかしケイチはなかなか離婚を撤回してくれず、そしてなんとそんな時にケイチが職場の保護者ママと関係を持っていることが発覚。形勢は一気に逆転し、離婚するなら慰謝料を払え、養育費も払え、じゃないと職場に全部バラすぞ、ふざけんな、慰謝料を払うのはお前だろ、と泥沼の離婚裁判に突入したと聞いています。その間に私は入籍し、3世帯住宅も順調に完成。家族みんなで赤ちゃんをめでたり、幸せな日々を過ごしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。